まず真剣に考えなきゃなんないのは、これはもう普段私が必ず講演の時にはもう決まり文句で言ってる言葉ですが、人生は一回限りということ。どうもとかく今の世の中の人々は何か自分の人生というものが何遍もこう繰り返されてくるもんで、はるかのごとき気楽な気分を持ってる人がいやしないよと思うんだけど、そして何かこう病にでもぶつかるとか、ひどい運命でも虐げられるというと、なんとはなしにそういう方面にちょっと注意が振り向くんだけども、何でもない時、特に自分の事業が得意であったり、あるいはまた自分の気持ちの中に反問もなきゃ、何もそういう煩わしいトラブルのない時に人生は一回だなんてことなかなか考えませんよ。ただもう当面の人生のムードだけによってしまってるんだから。しかしね、どうあろうとも人生は一回限り、時来たればこの世から姿を消さなきゃなんないのが人間の親子生まれた時の約束なんですもん。どんな仕入れた聖者であろうと、鉄人であろうと、また凡人であろうと、善人であろうと、悪者であろうと、美人であろうと、すべてであろうと、二度生まれ変わってきたってのは聞いたことないもん。ですから一回限りの人生はどこまでもこれでいいわっていう状態で生きちゃダメなんですよ。月並みの言葉ですが、あなた方がまだ前途に非常な大きな希望を持ち、人生に対する期待に胸膨らがして生きる20歳の人間なら、もうこういうお断りする必要はないけれども、ご年配になるとね、ご年配になればなるほど考えなきゃならない重大問題が面倒くさいわけじゃないけど、そんなこと考えたってしょうがねえや。もうどうせまあ先はそう長かねえから、なんていうふうに考えてる人が多いんですよ。そうなるというと人生の一角が場当たり本番で、深い資料が少しも行われないってことになりますね。そしたら、あたら一回限りの人生が、コロナーズも、極めて価値なく粗末にされてしまったっていう結果が来る。ですから、何はさておいても、まず第一番に、正しく知っておきたいことだけは知っておきましょう。変な言葉ですがね、あなた方は失礼ながら、知っとかすといいことは知ってて、知らなきゃならないことは知ってる場合、に知らずに質問してしまう場合が多いんですよ。それのためにいざとなっていると、知らなくていいこと知ってることが役に立ちますよ。で、知っておかなきゃならないこと知らなかったばっかりに、知っておせが役立たないであって、右往左往しまって、なんでもないときは皆さんのお顔には極めて平和の、ねえ、尊いお顔の色が漂ってるけれども、事業上の差別とか、あるいは、ちょいたした人事政治でも食いしらいが起こると、すぐさま慌てふためいちまうっていう過去にも経験がありはしません。それでも結局今言った通り、知らなくていいことを知っていて、知っていなきゃならないことを知らないからな。これははなはだ聞くようによると、あなた方を侮辱したことかもしれないけれども、侮辱と聞かれても相手は私はそうじゃないっていう弁解しませんよ。あるいは侮辱かもしれません。随分知ってなくたっていいこと知ってますぜ。それはあなた方と膝を交えて話をしだすとね、びっくりなことしまう。なんでこんなくだらないことをいくらも知ってんだろうと。それは何のクソの役も出ないのに、クソの役に立たないくらいならまだいいけどもね、知ってるために帰って運命の阻まった時や、あるいは健康上に故障の大きさの時に、知らなきゃそれより以上の失敗を増大する気遣いがなるわけの、知ったばっかりに余計病を悪くしちゃったり運命を悪くしちゃったりするという結果が来る場合が多いんですよ。これはね、しょっちゅう
客観的に多くの人の人生をリードしている我々の立場からはっきり分かることだから、あらかじめご注意しておく。そこで前置きはこのくらいにして、いよいよ本題に入りますが、まず神というものの概念にしっかり触れておきましょう。曖昧なピンボケな、ただ古来から人間が言い伝えてきた言葉をそのままに神、仏と、それじゃ神というもの、仏というのは何だと聞かれると、はっきりピサッと答えうるもんないじゃありませんか。相当の学者でも神を唱える場合にはいつもその大きいベールの黒い幕の中に入れちゃったような言い草でもってごまかしてますわね。しかしそれじゃあ、しかしお互いに文化時代に生きている文化民族として、これ恥ずかしい話ですね。神というものの概念をはっきりつかめというのはね、神というものは人格でもなければ物質でもないからであります。多くの人々は神とか仏だというと何かこう一つの人格的なもののように考えたり、特に仏教の方なんかっていうのは誰も見たこともないだろうにね、仏様という程度、こうやって立ってるあの木像が仏の代表のように考えてみよう、あんなものはありゃしませんよ。で、神仏ってのは何だというとね、今言った通り人格しすべきものでもなければまだ特定された物質でもないんであります。はっきり言うと宇宙の根本主体のことを神と言うんです。宇宙の根本主体、宇宙の根本主体というのは何だというと、よく分かりなさらなきゃいけませんよ。こういうことがね、くどいようだけれども分からせてもらわない程度、本当に分かったって気分にならない。私も長い間こういう方面の研究してても、私があなた方に言うような分かりやすい言葉で説明してくれる学者ないんであります。学者指揮者となると必ず難しい言葉を使うんだ。そしてそれが分からなきゃ聞いてるもののはずのように、学者の方では言うし、また聞いてるもんそんな気分で聞いてるから、両方とも結局こんにゃく問答だ。分からないことを言って、分からないことを聞かされて、分からずじまいてしまえるのが学問の難しい質の高いところにある説明だと、こう思ってるんですもんね。宇宙の根本主体とは永遠の生命を有する造物主のことなんですよ。これ哲学者ではありませんよ。永遠の生命を有するというのは決して滅びることのない生命を持っている造物主なんです。この世を作ったいわゆる作り主という意味ですが、このね、この世を作った作り主という言葉が何かこう人格的に感じるという観念の上の作語ですよ。これは元の力のいわゆる発祥点を主という名前で言うんで、科学的に言うと上数 H であります。英語で言うと C コンマ H であります。ドイツ語だと言うと K コンマ H であります。お分かりにならないでしょ。これはね、64年前ドイツのプランクという物理学者が、この宇宙のものというものの一切全ては C コンマ H というものからできてるんだと。意識しながら物理学でいう方のナンバーと同じもんです。つまり上数 H というものが一切の全てのものの元だったんだ。これはもう人間はじめとし生けとし生ける生物はもちろん、植物であろうと鉱物であろうと、この現象界にあるとあらゆる一切の全てはみんな
このシリコンがいい力ができていると科学的な研究から物理学者のプランク博士は言ってるんですが、昔から大自然って言葉を言いますね。大自然、この大自然っていうのはこの科学的に言う自然史であると同時に、今さっき私が言った永遠の生命を持つ造物主に対する名前なん。そしてこれが神なん。どうです、今まであなた方が中にはクリスチャンもいるだろう、天に待ちなさい、我らの父よって、天にばかりいやしませんよ。神なるものはもう宇宙に遍満存在してるんだ。そしてこの大自然の持つ力を専門的に言うとブルって言うんであります。 VRIL であります。ブル、これは高級な英語の字引きには書いてあります。神秘の力と。神秘の力というのは結局別に大自然の持ってる力は人間の理性では判断のできない微妙な力があるから、そこで神秘の力と名を付けたんです。さあそこで神人名語、神と人と目に見えない世界で結びつこうとするのにはどうすればいいかっていうと、これをもっと分かりやすい言葉で言うと、大自然の持つ神秘の力を十分に自分のものとして、人間の心の働きを超徳的に向上して、自己の人生を万物の霊長として遺憾なく確保しようとするのが目的です。もう一遍言いますよ、新人名号というのはね、ゆっくり言うからゆっくりお書きなさい。大自然の持つ神秘の力を十分に自分のものとして、人間の心の働きを超徳的に向上して、自己の人生を万物の霊長として遺憾なく確保しようというのが目的です。さあそこで考えましょう。あなた方自分の心の働きを超徳的に持っているといくらうぬぼれの強い人でも思ってないでしょうね。よくあなた方の仲間じゃどうか知らないけど、あなた方の仲間のような階級の人がですね、何か新しい仕事をするとか今まで経験のなかった仕事をするような場合に、これやっていいでしょうか、どうでしょうかって相談に来る人があるんだ、私のところに。私の答えはいつも簡単なんです。人に相談しなきゃわからないようなことを聞いて、今後のあなたの人生の寿命に寄与することは非常に軽率じゃないかって。例えば自分のわからないことだけを私に聞いて、私から聞いたことで分かっても、その後の経営は私がするんじゃないよ、あんたがするんじゃないよ、いち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 聞いてこなきゃならないってことになったら、あんたがするんだら今度私がすることになるじゃないか。だから人に相談しなきゃわからないような仕事はするべからず。それはちょうど実感目と申し上げる力のない人間が、そこに二実感のものがあって、これ持ち上げるとバカに儲かるのって時に、持ち上げられない力で持ち上げるのにどうしたらいいでしょうって相談するのと同じじゃないか。じゃあこうすればいいよって教えてやった時に、そうですかって言って持ち上げるのは本人の。そのためにできなかった場合はどうするかって。だから何がさては言っても、人間の自分の心の働きを超徳的に向上しなきゃ、
他のことはともかくもう自分自身に関することが人に聞かなきゃわからないような人間になっちゃったんじゃ、この人間のクズですよ。変な言葉を使うけれども、それはね、英語で言うとローベストクラスオフライフですよ。一番最低級な人間ですよ。ですから私はしょっちゅう講習会の時に言ってるんですがね、この中にもいらしないかと思うけども、駅を見てみたり占いに行ってみたり、日の良し悪しだとか方角がどうだとか、人間と捉えて馬だとか猿だとかと言ってるやつは人間としての最低級な人間だ。5000年も前に信濃浙江省の隣の江西省というところでね、その自分の古い頭の哲学者が天地を陰陽に分けてこの世の中を火水木金土という五行で支配されているというふうに考えて、火と水とね、木と金と土でもって支配されているというふうに結びつけて、そうして信濃江西省が自分のいるところを中心として側に東西南北の方角を定めて、そして第一、日の良し悪しがありますかい。大自然が公平に作ってこの宇宙を作った、その作られた宇宙にある日は良くってある日が悪いってことある？いや、台湾がどうで、仏滅がどうで、トンビがどうで、何ですこれ一体。そんなもの大事どこの国にあるんだ、日本だけじゃねえ。先祖であった信濃江西省の人間なんかそんなこと言ってませんで、もうだから結局要するに心の働きが向上しないと何かそういうことが気になるらしいんだね。かりそめにも人の心がともかくも自分の人生を投与しなきゃならない最大なる武器であり、最大なるまた人間の生命の象徴である心というものが、その働きが完全でないから、それはつまんないこともその聞くてその気になる。だから変なこと言って弁解するものがあるぜ。いや別に私は売らないよ、そんな発表は信用はしないけど、昔からそういう人が悪いっていうことはやっぱり悪いと思うがいいでしょう。やっぱり同じことやこれ。やっぱり峠で迷ってる弁解でしょうが、人間の心の働きが超特的に向上すれば、そんなバカバカしい言葉なんかに迷わされますかいな。万物の霊長じゃねえ。だから万物の霊長として自分の心の働きを超特的に向上して、いかんなく人間は人間らしく生きようとするのが、いわゆる新人名誉の目的なんだ。哲学でも何でもないでしょうが、立派な人生科学だがこれ。そこで第一にあなた方に分かってもらわなきゃなんないのは、この重大問題解決の鍵です。短時間にこの重大な問題を解決させようとする私どもの本当に苦労というとなんですけども、骨の折れ方もお察しを願いたいんだけどもね、あれはもう何年も何年もかかって我々が理解したことを1時間半か2時間で分からせてしまうんでですからね、だからよほど真剣に聞いてもらわなきゃ困りますよ。およそこの大宇宙の法則として一番先にあなた方が忘れてならないことは、この宇宙を作った俗に言う造物主というものはよろしいか。インドの方ではこの宇宙霊って名前で神なんて言ってません。仏とも言ってません。仏教がインドから来たからと思ったのはインド全体から来たんじゃない。インド行ってる間にシャクソンの名前言ったって知らないやつが多い。インドのご承知のように地図の上にセイロン島って島があるでしょ。あのセイロン島行くと釈迦の名前を知ってる人がいるんですよ、釈尊のことをね。けどインドの本国行ったら知らないものが多いの。へえ、そんなものがいたのかいなって。インドじゃ
仏教が生まれたからさぞ仏教信者が多かろうと思うけど違うんだけど、インドで一番盛んなのはインド教ってやつね、ヒンズー教ってやつ。それは今世界的な哲学になってるヨーガ哲学から、まあ、視点に出されたような文化ですがね、その方じゃ宇宙霊と言ってる。この名前面白いですよ、宇宙霊って名前はね。名前が分かったらその次が大事な問題です。大事な問題が何だって言うとね、この宇宙霊、いわゆる普通の人が言う神、仏、我々の言う大自然の動物種というものは、よろしいか、人間の心に従って極めて微妙に応酬するもんなんだよ。この言葉分からないかもしれないな、分かりやすく言おう。この宇宙霊というものは人間の心で思ってる、考えてるという事柄としょっちゅう相対的に働いてて、悪を思えば悪が来、善を思えば善が来、弱く思えば弱くなり、強く思えば強くなる。もっと直接な言葉で言や、この仕事は儲からねえとなと思えば儲からないし、損するだろうなとなら損するし、儲かるぞという信念がつきゃ儲かるところだろうなんていう。びっくらし坂をした私の顔を見てる人があんな、びっくらするでしょうな、知らなかったんだもん。この点は私も知らなかった、恥ずかしいけど。だから私が病がいつまでも治らないのをインドでもってね、インドの聖者がお前治らない理由どういうわけか知ってるかって言うから、どうもこれはいろいろ考えてみたんですけども、これは遺伝だと思いますから、バカめえ、それとね、お前は俺の思ったより大バカだと。遺伝なんてものはそんなに長く続くかって。遺伝っていうものはね、親から子、子から孫へこの血が通ってる時に、伝わってくる時に、途中で丈夫なものが一人できれば、そこでもってその遺伝は一遍中断されるんだ。遺伝じゃない、自分で撒いた種だと。私そんな病になる種なんか撒いた覚えありませんって言ったら、お前は適者生存も法則でも知ってるかって言うの、適者生存。何遍か耳にタコができるほど聞いた言葉だけどもさ、その時はキンときたな。実際英語で言うと The run of the survival of the fittest って言いますね、適者生存。お前は適者生存の法則に背いた生き方してるからだ。この適者生存の生き方に背くというのが、平たい言葉で言うと人間でありながら人間らしい生き方してないからだっていう言葉だ。今私があなた方に言った言葉を不思議だなと考える人は、戸籍は確かにそれぞれの市役所内区役所に人間として登録してあっても、心理の上からいくせえと、実は形だけが人間で本当の人間ではないような人間らしからざる人間である人だったと心理学いう。つまり今私の申し上げた宇宙霊なるものは、人間の心に従って極めて微妙に応酬するもんであるということを知らなければ、人間に生まれても人間らしく生きていない人間ですよ。そういう人に限ってね、病の時はもう苦労する、心配する、事業の査察に対してもそれはもう大脳反問、夜もろくろく寝ないというようなバカなことをやって、そうしてもうね、ただますますトラブルやアノイアンスを大きくすることを知らずにやっている、人間の格好している人間らしくない人間の態度を取りますよ。それじゃそういう人間に限って人のこととは違って、自分のことがね、自分の健康や自分の運命に関すること心配しないバカがあるかって言うと、心配するのがバカや。どうです今の言葉を、へえ、このテンプって人、俺たちの考えは全く壁越えじゃねえか。
心配なことは心配するのがバカでもって、心配なことは心配しない方がバカじゃねえって言うんだけど、俺だって考えると言うと、心配なことは心配する方が利口でもって、心配なことは心配しないとバカだとこう思うでしょ。それは思うですよ。青色の眼鏡かけて見ていりゃ下はみんな青く見えるもんな。あなた方は自分万物の霊長と生まれながら、こうしたありがたい働きが生まれながら与えてくだされているぞ、忍の星の書を知らずに生きてただけのことなんだ。だからこの厳粛な宇宙法則を正確に応用すればですよ、今日のこの重大問題はもう簡単明瞭に解決されちまうんですよ。新人名簿なんてな、初めて聞く耳には今まで聞いたこともないようなことだから、一分や二度じゃ分からないかもしれないけど、結局要するに新人名簿、大自然の神秘の力と自分とか結びついて、そしてさっきも言った通り自己の心の働きを向上させて万物の霊長たる人間としての生命を確保しようとするのには、もう一つ分かりやすく言えば、神というものと人間とは人間の心に従って極めて微妙に結びつくようにできているもんだってことを知らないからだというんですよ。ですからそれを知ってやりさえすればわけなく結びついてしまう。ものは知らないうちは非常に難しいと思うが、分かっちまえば何でもないことなの。さて今さら説明するまでもなく、今も言った通り神というものは幾何学的な人々が考えているような形のあるものでもなきゃ、また人格的なものでもないとね、宇宙の一切を作った不思議な力を形容するために人間たちがいわゆる尊敬と驚嘆の燃料から人間が作った言葉だもんね。神なり仏なが現れて、俺は神だよ、俺は仏だよって言ったんじゃないんだから、なんだかわけわからないけど、どうも不思議不思議というよりか、言葉のないようなこの宇宙のあらゆる全ての事象に対して、はあ、とても我々じゃできないわっていうような驚嘆と尊敬の念慮から神、ゴッド、仏って名付けたんだね。つまり詮索していけば、さっきも言った通り宇宙の根本主体、これをもっと純粋科学の立場で言えば、一切のエネルギーを生み出す、しかも感覚することもできないもん。それだけにややこしいんですよ。一切のよろしいかエネルギーというものを生み出す、何でも電気の力でも磁気の力でも風の力でも水の力でも、あらゆる全てのエネルギーを生み出す元なんだけど、感覚することができないもんですから、こういう話を聞いてもなんだかわけのわからないように感じちまうんだな。これは感覚することができないんですけどね、もともとどんなことをしても感覚できない。どんなに科学文明が進歩して、あらまあどんな細かいものを見るような顕微鏡ができても、またさらにどんな遠くのものを見られるような未来が出てくるんだわけ。フランス語で言うとルミニアル・オブスキュール、英語で言うとインビジブルなもの、見えないもん、聞けないもの、感じないものなんだ。つまり適切に言うと断然わからない気体なんですよ。はい、気体なんです。気体なもんだってのはこれから始まったのかな。気体でもね、見える気と見えない気がありますかね。空気だったって圧縮すれば見えるけれども、圧縮されない空気は何にも見えないもん。それでもこの中に目のいい人がここにあるよって言って掴んで見せてくれる、これできますか。
しかもこの見えない機体の中に霊妙な働きを行う力と英知とが含まれているんで、これお考えになりません？人間がいろんなことを工夫したり考えたりするといい知恵だな、いい分別だなって言うけど、それもこの機体の中に驚く作用図を働かす力があり、また押し量ることができない有限微妙な英知があるからな。これはもう何もことを新しく説明するものでもなく、それが事実であることはですね、この宇宙のできている全てがこの万能力でできているということは直感的でもって悟れるでしょう。だから信心明悟というのはその万能力というものをできるだけ自己の生命に分量を多く受け入れる方法を言うのですよ。これを教えようというんだ、私はあなた方にこれから。今のこれ言いながら思い出すのは、ゆんべも話したんだけど、鶴見総持寺の石川祖母と湯仏と言われた人がね、この話を聞いた時に、こりゃあれだ、私のお寺の全部持ってきても間に合わないくらい尊い値打ちのもんだと言って、お寺の全部って言うや鶴見の総持寺だな、あれもらったら何十億のもんでしょうけど、金じゃ借りられないって言って、そりゃそうですよ、宇宙を創造した万能力をできるだけ分量を多く自分の生命の中に受け入れる方法を教えようってんだ。思ってもいなかったでしょ。あの一代の名宰相とやった原敬って人がいたね、総理大臣の、あの人にも私と言ったんだ、いくらあんたが内閣総理大臣でも人間として知るべきことを知らずにいるようだったらね、総理大臣の辛いもしやそういったことなんだよ。ああいう会場になるとあんまり人が悪いこと言いませんよ、早く思ったと思うんです、というのは私は言わないんで。だから喜びましたよ、この世の中広いけど俺にそんなこと言ってくれんのあんただけだって。偉い人間はね、そういう場合に腹も立たなきゃ決してやるですよ、顔色も変えない、ああ俺は今まで知らなかったっていう深いこの反省心だけが出てくる、偉くねえやったって言うけどすぐプルッとするけどね。さあそこでこれから入ります。もっと正確に言いましょう、今言うた宇宙法則ですね、忘れちゃいないだろうね、人間の心に応酬して宇宙霊が働くというのは宇宙法則だったね。その宇宙法則を今聞いたことを疑ってちゃダメなんだね。私50年ね、人に疑われるようなこと言って今日まで来てるんじゃないんだから、これだろ、真実は言ってるから、とにかくこの会がこれだけ続いてきてるんだから、あなた方も分かろうと分かるまいとこれは信じなさい、わけが分からないと信じることができないっていうような気持ちを持ったら、これはもう昔の古い頭の日本人になっちまうぜ。さっきも言ったように、アメリカにはわけが分かって分からなくてもねえ、自分であっと思ったことだけは掴んじまうって、理屈から考えてることをしたらなかなか持って、今日あなた方が聞かれること、明日聞かれること、体も一生かかっても分からないことが多いですよ。いや理屈から考えないの。いいか、今言った通り、人間の心と宇宙霊というものは人間の心の在り方と結合するようにできているのが宇宙法則。もっと分かりやすい、いやブレーキにハンダをつけりゃくっつくようにできているのが宇宙法則。分かった？磁鉄を鉄に持ってきゃピタッとしつくのが宇宙法則。水は高いとこから低いとこに流れるのが宇宙法則。夜が明けりゃ太陽が出てきて、夜が来りゃ太陽が西し込むのが宇宙法則。それと同じこと。
人間の心の思い方考え方が宇宙を作った作り主である大自然と結びつくようにできてるんですよ。なんとそれは私なんかも中年まで知らなかった。だからこれをこれから教える方法で応用すると人間の最高本能が呼び覚まされて、まだあなた方の失礼ながら最高本能呼び覚まされてない、同時に宇宙の根本主体である見えざる気体の中にある神秘の力を分量を置く自分の生命の中に受け入れることになって、今日の現在の価値が本当にありがたい地域で受け取れるようになるんだぜ。実際の話がね、こういう第一義的な人生真理を正しく心に入れて実行応用する者は、よろしいか、さっきも言ったけども、知らずに生きている者よりも幸福の内容量が天と地ほど違いますわ。例えば事業経営の方面はもちろん、普通の人生生活を営む際においてもで、